今日はライフサイエンス辞書英語狂気表現の活用法についてお話したいと思います。ライフサイエンス辞書は専門用語の英和辞典として論文を読むときによく使われますが、英語論文を書くときにも大変役に立ちます。そのためのツールがライフサイエンス辞書英語狂気表現です。狂気表現とはある単語の前後でよく使われる単語のことを意味します。これを調べることによってそれぞれの単語の使い方を知ることができます。さて早速ですが問題です。下の英文にある文法的誤りを指摘してください。 The bacteria are contributed to the salmon disease。 いかがでしょうか。バクテリアは複数形なので are を is にするということではありません。問題は contribute は他動詞か自動詞かということです。実際自動詞なのに受動態にしたり、他動詞なのに目的語の前に前置詞を置いたりということはよくある間違いです。他動詞と自動詞の区別は辞書で調べれば簡単にわかるだろうと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。例えば一般辞書ではこのようにまず他動詞とあります。意味は寄付する、与える、寄稿するなどです。次に自動詞が載っています。意味は寄付する、一員となるなどです。前置詞の組み合わせもいくつか挙げてあります。このように一般辞書では情報が多すぎてどこを見ればよいのか分かりにくいと感じることが多いように思います。一般辞書の問題点はある単語のあり得る用法が網羅されている点にあります。その結果どの用法に該当するのかが分かりにくい、さらにそもそも受動態の用例が少ないという問題もあります。このような問題はライフサイエンス辞書を使えば完璧に解決することができます。ここからはライフサイエンス辞書の有用性と実際に利用するときの手順についてお話ししたいと思います。ライフサイエンス辞書の初期設定は皆さんもよく使われる英和和英辞典になっています。しかし今日はこれではなくて英語狂気表現を使います。まずこのタブをクリックしてください。次に詳細検索をクリックします。このような画面に変わりますが、英語狂気表現を利用するときは必ず詳細検索を使うようにします。最初に今日お話しする内容を少しまとめておきます。今日取り上げる単語は contribute、compose、consist、 それから conclude、 demonstrate、 include、 これらはいずれも動詞です。そして名詞としては expression、 movement を取り上げます。赤丸がついているところが今日取り上げる検索オプションです。これらのうちどのような時にどれを選択するのかに注意しながら話を聞いてください。今日は18種類の検索を行います。それぞれの検索内容、検索オプションについてはこの表の通りですので、実際に狂気検索をやってみるときに参考にしてください。次に実際の検索手順についてですが、まずは50例あるいは100例を眺めてください。眺めるわけですからパソコンのモニター上でスクロールなしで一覧できる数を選びます。そして2番目に集計値を使って語の組み合わせを調べます。では早速やってみましょう。最初はコントリビュートを検索しましょう。50例を眺める場合は最大50行にチェックを入れます。ライフサイエンス辞書の初期設定は最大300行になっています。パソコン上で300行を見ようとするとスクロールが必要です。しかしスクロールすると全体像がつかみにくくなります。そのため一覧して全体像をつかむために行数を300行から最大50行に減らします。大きなモニターを使っている人は100行にしても良いと思います。この下の1行の文字数についても同様です。多すぎるとスクロールが必要になりますから、
モニターのサイズに合わせて、あまりスクロールが必要でない数を選んでください。設定を確認し、コントリビュートと入力してから検索をクリックします。すると、このような結果が表示されます。コントリビュートの後には、to が続く用例が圧倒的に多いのがわかります。一般辞書にはいろいろな用法が載っていますが、実際に論文で使われるのは、ほとんどコントリビュート to のみです。ここでは、他動詞と自動詞の判定も行いましょう。判断のポイントは、現在形のコントリビュートやコントリビューツの後に続く語を確認することです。現在形の後に前置詞 to が続くということは、自動詞であることを意味します。他動詞なら目的語が続くはずです。コントリビューティングファクターというのもありますが、これは分子の用法なので、ここでの判断材料にはなりません。したがって、コントリビュートは自動詞であると判断できます。唯一ある他動詞の可能性は、コントリビューティッドが過去形ではなくて過去分詞であるという場合です。しかし、そもそもコントリビューティッドの用例は50例中わずか5例しかありませんし、いずれの場合も前に B 動詞は見られません。やはりコントリビュートは自動詞のみで使われるようです。さらに詳しく調べるために集計値も見てみましょう。集計値は統計量ですから、N が多いほど精度が上がります。そこで集計値と線行をチェックして検索します。集計値ではこのように検索語の前後に来る単語がリスト表示されます。検索語であるコントリビュートに対して2語前、1語前、1語後、2語後に来る語がそれぞれ多い順に並びます。検索結果からコントリビュートの後には to が続くことが圧倒的に多いことがわかります。1000例中なんと899例です。さらに significantly などの副詞が続く場合はその後に to が来ます。コントリビューティングファクターなどは分子の用例として除外できます。前に B 動詞は確認できませんから、このことからもコントリビュートが自動詞であることがわかります。ライフサイエンス辞書で調べられることとして、まず動詞については、今お話したように動詞プラス前置詞の組み合わせ、あるいは過去分詞プラス前置詞の組み合わせがあります。それから他動詞と自動詞の区別も調べられます。ここでは他動詞と自動詞の区別についてもう少し考えてみましょう。他動詞と自動詞の区別。他動詞の見分け方としては、まず他動詞には目的語が必要だということがあります。そこで直後の冠詞や代名詞に注目します。また、受動態を作れるので、前に B 動詞があるかも調べます。一方、自動詞の見分け方としては、自動詞は目的語を持てません。したがって、直後の冠詞や代名詞はありません。その代わりに前置詞が来ることがよくあります。また、受動態を作れないので、前に B 動詞は来ません。ただし、ここで言う他動詞と自動詞の区別は、第三分形他動詞と第一分形自動詞の区別だと考えてよいと思います。論文で使われる第二分形、第四分形、第五分形の動詞の種類は非常に少ないので、個別に調べておくことをお勧めします。ここでは例としてコンポーズを検索してみましょう。後方ソートの時、検索語の語尾を含めるにチェックを入れると、検索語であるコンポーズが、コンポーズ、コンポーズ、コンポーズ、コンポージングの順、つまりアルファベット順に並びます。ここに示すように、コンポーズドオブの用例が圧倒的に多いことがわかります。しかし、この部分をよく見るとわかりますが、
コンポーズの後に冠詞アや代名詞ゼアが続く用例も見られます。したがってコンポーズは他動詞であり、オブの前のコンポーズドはすべて過去分詞であろうと推測できます。このことを確認するために、コンポーズドの前に来る語を直前でソートにチェックを入れて調べてみましょう。ここに示すように、前にアーやイズなどの B 動詞が来る受動態の用例が多数見られます。また前に名詞が来る場合は、コンポーズドは核分詞であろうと考えられますから、コンポーズは他動詞であると判断できます。コンポーズとよく似た意味を持つ単語にコンシストがあります。そこで次はコンシストを調べてみましょう。このようにコンシストの場合も、後にオブが続く用例が圧倒的に多いことがわかります。注目していただきたいのは、現在形のコンシストやコンシストの後にもオブが来ていることです。つまりコンシストはコンポーズとは違って自動詞であろうと考えられます。コンシステッドが受動態で使われていないかも確認しましょう。直前で相当にチェックを入れて検索します。前に B 動詞が来る用例は全く見られません。このことからもコンシストは自動詞であると判断できます。さらに確認するために、コンポーズドの前後に来る語の集計値も見てみましょう。このようにコンポーズドの後にはオブが来る用例が圧倒的に多く、先例中941例にもなります。また前に来る is、are、was、be、were などの be 動詞も多く、これらのことからコンポーズドは後ろに of を伴って受動態で使われることが非常に多い他動詞であることがわかります。同様にコンシステッドも見てみましょう。ここでもオブが来る用例が圧倒的に多く、先例中937例もあります。しかし前に B 動詞はなく自動詞であることがわかります。まとめると、コンポーズドは他動詞、コンシストは自動詞であり、 B コンポーズドとコンシストオブがほぼ同じ意味になると考えられます。ライフサイエンス辞書で調べられるその他のこととして、前に来る名詞主語や後ろに来る名詞目的語補語があります。次は例としてコンクルードについて調べてみましょう。まず50例を眺めます。コンクルードの後にはざっと説が来ることが圧倒的に多くなっています。次に直前で相当にチェックを入れて主語についても調べてみましょう。ここに示すように、前にウィが来て主語となる用例が断然多いことがわかります。次はデモンストレートザットを検索してみましょう。このようにデモンストレートの場合はウィだけでなくリザルツやスタディも主語になります。最後にインディケートザットについてです。この場合はウィが主語になることはなく、データ、ファインディングス、リザルツなどが主語になります。以上の主語と動詞の組み合わせをまとめると、コンクルードザットの主語にはウィがもっぱら使われ、デモンストレートザットの場合はウィに加えてリザルツやスタディーズも主語として使われます。インディケートザットの場合はウィは主語にならず、データ、ファインディングス、リザルツなどが主語になります。以上がライフサイエンス辞書で調べられること動詞編でした。次はライフサイエンス辞書で調べられること名詞編です。このような項目が挙げられますが、ここでは加算名詞、不加算名詞について考えてみましょう。
不可算名詞の判定法。エクスプレッションは数えられる名詞でしょうか？一般辞書ではこれは全くわかりません。生命科学系の論文でエクスプレッションといえば主に遺伝子の発現のことを意味します。ではライフサイエンス辞書で調べてみましょう。ここでは広報ソートの時、検索語の語尾を含めるにチェックを入れることが重要です。そうすると単数形のエクスプレッションの後に複数形のエクスプレッション図が来るように並べることができます。少し数が多くなりますが、線行をチェックして線例を眺めます。最初はエクスプレッションが続きます。ずっとスクロールを続けていくと、最後に8例だけエクスプレッション図の要例が見つかりました。つまり、1000例中わずか8例です。しかも8例の中には発言ではなく表情の意味のエクスプレッション図も含まれています。不可算名詞の判定基準ですが、複数形の出現割合がおおよそ 1% 以下であれば、ほぼ不可算名詞と判断して良さそうです。しかし、複数形の割合が 2-3% 以上ある場合は、可算名詞である可能性が高くなります。エクスプレッションの場合は 0.8% なので、不可算名詞と考えて良さそうです。さらに確認するために、エクスプレッションに不定冠詞あ、またはあんがつくかどうかを調べてみましょう。そのためには後ろに前置詞を置くことが必要です。そこでまず集計値を使って前置詞を探します。後ろにオブが来ると前置詞として前にザが来ることが非常に多くなるので、オブ以外の前置詞を選びます。ここではインを選びましょう。エクスプレッションインを検索します。不定冠詞を調べたいので、不定冠詞のつかない複数形は対象となりません。そこで、複数形のエクスプレッション図を除外するために、検索後の語尾活用を許さないにチェックを入れます。ここでは、50例を丹念に確認してください。結果をまとめると、あ、あんが前に来る例は0、ザは1例、無冠詞が23例、遺伝子シンボルが24例、代名詞が2例でした。やはり不定冠詞あ、あんはつかないようです。このことからもエクスプレッションは不可算名詞であることが確認されました。次は無可算名詞の判定法についてです。無可算名詞というのは奇妙な言葉ですが、私が考えたものです。ここでの疑問は、ムーブメントは数えられるかということです。まずは集計値を調べて、後ろの前置詞を選びましょう。オブの次に多いのはインのようです。広報ソートの時、検索後の語尾を含めるにチェックを入れて、ムーブメントインを検索します。そうすると複数形のムーブメンツが要例が非常に多く、50例中26例、約半数もあることがわかります。もちろんこのことはムーブメントが数えられる名詞であることを示しています。では単数形のムーブメントに不定冠詞あは必要でしょうか？複数形のムーブメンツを除外するために、検索後の語尾活用を許さないにチェックを入れて、ムーブメントインを検索します。ここでも50例を丹念に調べてみます。結果をまとめると、驚いたことに、あ、あんがつく要例はわずか1例でした。ザが5例、無冠詞が43例、代名詞ゼアが1例でした。このようにムーブメントに不定冠詞ア、アンが前につくことはなく、むしろ無冠詞でよく使われることがわかります。
以上をまとめると、ムーブメントは複数形の用例が非常に多い数えられる名詞です。しかし、単数形には通常不定冠詞ア、アンがつかないということが分かりました。一見、文法のルールと矛盾する現象のように思えますが、ムーブメントだけの問題ではありません。インサイト、アナリシス、エンハンスメント、アルタレーションなど複数形の用例は非常に多いが、単数形には不定冠詞ア、アンがつかない名詞もかなりあるようです。このような単語を使うときには特に注意が必要です。以上、さまざまなものを見てきましたが、まとめるとライフサイエンス辞書、英語狂気表現を活用するときにはまず50例あるいは100例を眺めてください。次に集計値を使って語の組み合わせを調べます。このような比較的簡単な操作によって今日お示ししたようなさまざまな有益な情報を得ることができます。ライフサイエンス辞書のコーパスには実際に論文で使われた用例のみが集めてあるので一般辞書のように無駄な情報がありません。どの単語が論文でよく使われるかも分かりますから論文らしい表現を意図的に選ぶことができます。本日の検索項目について最後にもう一度挙げておきます。実際の検索の際に参考にしてください。検索対象となるライフサイエンス辞書のコーパスは、PubMed 論文小録から集めたものですが、約150紙のトップジャーナルにアメリカとイギリスから発表された論文のみを対象としています。論文としての英語のレベルもかなり高いものになっていると思います。ぜひ論文執筆の際にライフサイエンス辞書を役立ててください。ライフサイエンス辞書のサイトは Google でライフサイエンスと入力してもらえばすぐに見つかります。誰でも無料でご利用いただけます。ここからは広島大学限定のサービスについてです。広大版ライフサイエンス辞書というものを公開しています。ここではさらに高機能なサービスを利用できます。広島大学内でお使いの方はぜひお試しください。ライティングセンターのホームページから利用できます。